韓国の官邸の現状を見てみましょう。ようこそ日本すごいですね TV へ。パーソナリティの吹雪です。動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までご覧くださいね。さて本日のテーマは、軍事力増強の真の狙いは日本だ。ドクト艦のポンコツぶりに世界が唖然をお送りします。韓国の大型輸送艦につけられる日本を刺激する名前。2021年6月28日、韓国で東、西、南の海を守るための大型輸送艦マラドの就役式が行われました。近年、世界各国で軍事力増強の動きが激しさを増しています。韓国でも国の四方に各一艦を配備予定です。その各々の艦には、それぞれの方角にある島の名前を付けることになりました。1番艦がドクト艦、2番艦がこのマラド艦です。ドクトは竹島の韓国での呼称です。国際法的にも歴史的にも竹島は日本の領土と認められていますが、韓国は自国のものと主張しているのです。マラドは日本海に浮かぶ島で、韓国の最南端にある島の名前です。3番艦の名前はまだ正式には決まっていません。西にある黄海上に浮かぶペクリョンドという名前が有力なようです。しかし、北朝鮮との領土問題に配慮して変更される可能性もあります。韓国は北朝鮮との統一を目指しているため、良好な関係を築いておきたいところだからです。この3つの艦は、ドクト級揚陸艦と呼ばれています。そして韓国では、強襲揚陸艦として位置づけています。ただここでは大型輸送艦と呼んでおきたいと思います。甲板上にはヘリコプターの発着場所が設置され、一見すると確かに強襲揚陸艦と言われてもおかしくありません。しかしその能力を考えると、とても強襲揚陸艦と呼べるものではないからです。欠陥だらけのドクト艦。1番艦のドクト艦は最初に作られた大型輸送艦で、2007年に就役しています。全長199メートル、全幅31メートルで、排出量は1万9000トンという大型です。ところが就役からわずか1年後にはレーダーの不具合が見つかりました。搭載されていたレーダーは当時の最先端の対空レーダーです。しかしなぜか甲板に反射した電波を捉え、存在しない敵ゴーストがレーダーに浮かび上がります。回収を何度か試みた結果、ゴーストの数を減らすことはできましたが、未だにまともには動かないとのことです。またドクト艦には敵の戦闘機や対艦ミサイルを自動的に撃ち落とす機関砲、通称ゴールキーパーが搭載されていました。このゴールキーパーにも2011年欠陥が見つかりました。なぜか社会に時間の後部甲板も含まれていたのです。そのため敵を攻撃すると時間も同時に被弾しかねない状態となっていたのです。これはゴールキーパーが艦の中心寄りの高い位置に設置されたのが原因とされています。オランダの支援を仰いで作られたのが対空レーダーとゴールキーパーでした。似たような事故は世界でもあるようですが、もう少し品質を確認できていれば避けられたトラブルだったことでしょう。そんな問題の多いドクト艦ですが、その大きく立派な見た目はイベント映えします。そのためイベントがあるたびにドクト艦が呼ばれ、一般の人々が見学に訪れます。そのため国内ではパレード艦やイベント支援艦と言われることもあるそうです。ところが2013年9月10日、軍の記念イベントに参加するため航海を航行していたドクト艦の発電室が火を吹きました。2つある発電機のうち1つで火災が起き、放水で鎮火したものの、もう1つの発電機も放水で故障してしまったのです。あと2つあった発電機はなぜか修理中ということで万事休すでした。日頃からの不測の事態への備えが足りないことも暴露されたのです。自力で動けなくなったドクト艦は他艦に引かれて港に戻ってくることになります。その結果、
インチョン陸作戦記念式典には参加できずに終わったのです。またドクトカン自体に予算をつぎ込みすぎた結果、ヘリコプターが購入できず、収益当初から7年もの間広い甲板が無駄になってしまっていました。軽空母と言っていい規模のマラド2番艦のマラドはドクト艦の収益から14年後に収益されました。本来同型艦は2から4隻でローテーションを組みながら戦力に穴が開かないように配備されていきます。しかしドクト9艦は14年もの間1隻で対応していたのです。もちろんこの14年の間に技術は進歩していたので、マラドはドクト艦よりも充実した装備になっていることは確かです。まず対空レーダーはインドとイスラエルが共同開発したものを使用、4面固定型にしているため探知誤差が解消されました。またゴールキーパーも口径30ミリからアメリカ製の口径20ミリのものに変更されました。設置場所も艦首と艦尾になり、これなら自分で自分の艦に被弾させるようなことは起きないでしょう。防衛ミサイルと探索レーダーは国産のものも搭載されました。防衛ミサイルはドクト艦よりも性能の高い目標捜索装置を積んだ垂直発射型のミサイルです。探索レーダーは距離の認識と標的更新率を向上させるため3次元旋回型になりました。ドクト艦での反省が生かされた開発への意欲は目を見張るものがあります。マラド艦は1000人の兵力と装甲車と車両だけでなく、ドクト艦と同様にヘリコプターを搭載できます。まさに軽空母と言っていい規模の大型輸送艦です。しかしなぜか甲板の耐熱性が不足しているため、アメリカの最新鋭ステルス製戦闘機 F-35B の離着陸はできない仕様だったのです。その後アメリカの最新式輸送機オスプレイ級の垂直離着陸機が離着陸できるように、甲板の材質は高張力鋼から超高張力鋼に変更されました。これにより韓国とアメリカの軍事的一体化はより進むことになります。しかし最初に韓国が設定していた甲板の耐熱性不足が気になります。実は韓国はアメリカ以外の国から戦闘機を購入するつもりだったのではないかとの疑いがあります。甲板の耐熱性は例えば中国の飛行機に合わせていたのではという疑惑が残るのです。もし本当にそうならば、韓国は一体どこの国から自国を守り、どこの国と戦うつもりなのでしょうか。政権交代が行われ、パククネ政権からムン政権になりました。その後2019年3月5日にドクト艦に初めてムン大統領が登場します。周辺国に海軍力と海洋主権守護の意思を見せると称し、ヘリコプターでドクト艦に降り立ったのです。これは暗に日本に対して竹島は韓国のものだという警告にも見える行動です。こうした状況については韓国から多くの声が上がりましたので、その一部をご紹介します。韓国の反応。中国の戦闘機が来ても PM2.5 が飛んできても何も言わない。そのくせ何かにつけて竹島に関係する行動には熱心だ。意図的に反日を主張しているように見えるな。今本当に警戒すべきは北朝鮮の核と中国だね。日本を意識した行動は反日感情を利用して支持率を上げようとするムン大統領が透けて見えるよ。いつも日本だけ眺めていて、実際の敵である中国の敵対行為については全く対策していない。ムン大統領は日本こそが真の敵で、北朝鮮や中国が敵ではないことをよくわかっている。戦争は一瞬で勝敗が決定する。もっと大型艦や空母を増やして日本に対抗しなくてはならない。韓国の軍事力強化の真の目的は？韓国の人々の声を見ると日本を敵視する声もありますが、中国への警戒心もかなり大きいように見受けられます。では韓国の軍事力強化の真の目的はどこにあるのでしょうか。
アメリカのミリタリーウォッチは、大型輸送艦の3番艦の建造目的は日本を敵国と想定したものと推測しています。その理由は2つあります。1つ目は、3番艦もドクト艦のように日本を刺激する名前が付けられると予想されることです。2つ目は、マラド艦では日本の出雲型護衛艦より強力なロシアの防空システムの運用が可能になっていることです。これらの理由だけでは韓国の軍事目的が日本と言い切れませんね。ただ韓国が同盟国の日本やアメリカより北朝鮮との関係を大切にしていることは確かです。韓国は2021年8月、アメリカとの合同軍事演習への参加人数を北朝鮮に遠慮して大幅に削減しているのです。このまま韓国は北朝鮮との統一を目指し、日本やアメリカとの同盟関係を弱めていくつもりなのでしょうか。それともやはりまだそこまでは思い切れていないのでしょうか。ムン大統領の任期はあと半年足らず、韓国の運命が大きく変わる時が近そうです。仮想敵国、日本への対抗。最近の日韓関係の緊張状態を見ると、韓国の軍事力強化の真の狙いはやはり仮想敵国、日本への対抗かもしれません。ただそうなると、韓国はアメリカまで敵に回すことを覚悟しなくてはなりません。今の韓国がそこまで腹が据わっているとは思えません。今年の10月にはマラド艦の実戦配備が行われます。その後、韓国がどのような対応を日本に仕掛けてくるかに注目ですね。あなたは韓国の大型輸送艦についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。